すみません、渡辺さんにお聞きしたいんですけども、1990年代の、格闘技業界の、はい、シューティングの業界の空気感とか、はい、ちょっと僕勉強不足で、あまりわからないんですけど、はい、まあ、今だったら、ああいう、まあ、ライジンとか、はい、で、まあ、ボクシングだったらもう興行として、確立成立してるので、まあ、チャンピオンになればちょっと人儲けできるみたいな、はい、そういう側面ももうかなりはっきりしてるんで、まあ、若い子はやっぱり有名になりたいとかチャンスをつかんでお金持ちになりたいとかそういうのを目指してやる子も多いと思うんですけども、あの当時のシューティングっていうのはその辺はどうだったんでしょうかね。もしそのお金っていう目的がなければ、まあ、何を目指してやってたのかっていうのがちょっとお聞きしたいな。そうですね、はい、まあ、はっきり言えるのはお金じゃないですよね。お金にはならなかったです、うん、ほとんどね。で、あの当時の選手が全部思ってたことが、とにかく未知のものを自分たちがやりたい、やってみたいっていう好奇心もあったんですけども、それよりもこの総合格闘技、本物の真剣勝負を世界中に広めていくっていう、うん、その使命感みたいなのがすごいあったんで、だから戦いもやっぱ熱かったですよね。で、やっぱり勝った負けたっていうことに対してものすごい、負けて悔しいとか勝って嬉しいとかそうじゃなくて、やり遂げたっていう喜びで、まあ、全身で表現したり、負けたも負けた方で、悔しいんだろうけど、まだ自分はなんていうかな、思いが足りなかったとかやることが足んなかったみたいなね、うん、そういう部分があって、だから熱いものがありましたね、精神的なものが。やっぱり古い表現になっちゃうけど、お金で経済的なものでやってた選手っていうのは一人もいないと思います。それは佐山先生も含めてね、うん、当時スーパータイガージムのですね、会費、まあ、僕入った時ですよ、入会金が3万円で月1万円会費だったんですよ。で、まあ、40年前ぐらいの話ですからね、まあそこそこの金額だったんですけど、それ払えなくなって来なくなっちゃう会員っていたんですよ、うん、である日先生がこうそういう話を聞いたみたいで、選手を集めて試合の練習の後言ったんですけど、いいかお前らって、金が払えないからジムに来なくなるってやつがいるみたいだけど、そういう考え方やめろって言って、払えなかったら払えなかったらしょうがねえだろってやりたくて来てない、来る来いみたいな、でプロになって稼いだら返してくれりゃいいからっていう、そういう言い方だったんですよ。だから佐山先生も、まあ、最初いませんでしたよね。最初はちょっと、最初に話したんですけども、そのお金に人気があってお金になるタイガーマスクをやめて、その未知の総合格闘技って作っちゃう人ですから、全然そのものの基準っていうかね、僕本当に天才ってやっぱりこうなんだなと思ったのが、ものの見方とか価値観っていうのが一般の人と全然違うんですよね。で、小口さんもそうなんですけども、自分が評価するものが全てであってニーズに応えないじゃないですか。普通映画作るって言ったらみんなが見たいものを作った方がお金になるわけだけど、小口さん違うんですよね。まあ僕なんかをこう使ってやったって誰が、俺が思うぐらいですか、誰がそんなの見るのって。俺多分そうかもしれないけど、でもそれ関係ないんですよ。グッさんは自分が撮りたいものが撮りたいものを撮る、で見たいものを見る、で見たい人は来ればいい、見たくない人は見なくていいよって、そういうスタンスだから。で、佐山先生もそういう方でですね、お金になるで人気があるタイガーマスクをやっぱりポッとやめちゃって、自分の価値を持ってるその総合格闘技で作っちゃう人だから、だその思想っていうのは選手たちに受け継がれてて、そうですね、まあ瓜田君の時もそうかもしれないけど、やっぱりあんまりお金のことっていうのはほとんど考えてなかったですね。やっぱり使命感と、うん、使命感かな、何だろうな、何なんだろうななぜ戦うのかって聞かれても分かんないって一緒で、ええー。
なんかそこにリングがあるからみたいな、うん、で戦う相手がいるからやっちゃうみたいな、うん、それだけだったですね、もうお金じゃ買えない何かのためにやってたって。そうですね、若い時僕はちょっと間違ってた考え方したんだけど、お金を儲けることが悪いことだみたいな、そういう観念あったでしょ。今になって思うんですね、お金を稼ぐこと儲けることって素晴らしいことであって、お金がなくちゃ生活できないしね、やっぱりお金があって初めて生活もこう豊かになるっていうか、お金があってやっぱり物事って成り立つわけでしょ、だから、お金は本当に大切なものなんだけども、よく人生金だ金じゃねえよみたいなこと言う人いると思うんですけど、いやでもお金ないと何もできないしね、だから人生、お金だけじゃないっていう感じかな。お金は大切 でやっぱりやることがお金になるならそれに越したことはないんだけども、お金だけじゃないから、好きなことがあったらやっちゃうみたいな感じですかね。でも本当は好きで情熱かけることができてて、それがお金になることが一番、いいことだと思いますけどね。だからまあ、まあ僕と売田君以外はみんなそういう生き方してんじゃないですか。ええ、稼いでる顔してますから。特にいい味の方はやっぱりね、上場企業でありながら地味な企業ですって言っちゃう、その奥ゆかしさってはもう素晴らしいなと思いましたね。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、いや今のね、竹内さん本当に素晴らしい質問でね、まあ、この映画でね一つね、まあ、伝えるっていうか伝えてるのか分かんないけどね、一つはですね、価値は後で決まるっていうことなんですよ。でこの映画の中で出てきたですね、中村さんという人が、お医者さんがねずっと喋ってますけど、あの人のとこに、ね、行ったんですよ。で喋ったんですよ。そしたら中村さんが僕に言ったんです。小栗君らが頑張ってね総合格闘技を作ったから今こうなってるんだよって言ったんですよ。で僕言われて初めて、僕は別にただ好きでやってただけだから、別にそういう気はなかったからね、あそうなんだ、あ 僕らが総合格闘技を作ったんだと思ったんですね。で今はもう本当世界中どこに行ってもあるわけですよ。日本だけでもどこにでもあるし、だから本当ね、上場企業で言ったら100個ぐらい作ったぐらいのことをやったんですよ。そう、あだからね結局、まあ、僕が見えないものは取れないわけじゃないですか。で一つ分かったのは、あ価値は後で決まる。だから映画もそうで、別に待ってりゃいいんですよ、別に30年でも40年でも。そう、動画は見つけられないけど映画は見つけてくれるから、だから焦ってないっていうか、それを知ってるから。だからあの時は本当に、じゃあね、竹内さんの映画だとそうかもしれないけど、なんかね最初にですね、すごいわーって人気にならないといけないってみんな思い込んでるんですよ。だってこんだけね、まあ、言ったら柔道を作ったみたいなもんなんですよ。そうで、まあ、柔道を超えちゃってるからね、総合格闘技はね。そうだけど、その総合格闘技をこんだけ広まったものが最初の時にみんなが見に来てたかって来てないですよ誰も。その時は格闘技を模したプロレスってのがあって、 UWF って言ってね、それ東京ドームでやって、みんな東京ドーム行ってましたからね。僕らの時、僕らの方には全然来なくて、あれ物事ってそんなもんだと思うんです。でっていうのを僕らはやって知ってるっていうって感じですね、はい。まあ、それを、まあ、佐山悟っていうね、それを作った人とプロレスに革命を起こしたタイガーマスクとか同一人物で生きてるからですね、まあ、生きてる間に残した方がいいよなっていうので、まあ、作ったっていう感じですかね。はい、
ということで、はい、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい。